今回はどんな願いでも必ず叶えるというとっても素晴らしい神社に皆様をお連れしたいと思います。はい、上見ていただけますか。一願成就鹿島神社と書いてあります。ということでね、この神社は一つの願いを必ず叶えるというそんな神社でございます。一気に飛んでまいりました。本当は参道がね200メートルぐらいはねあるかと思います。はい、この神社は兵庫県高砂市にございます鹿島神社でございます。見ての通りとってもここね美しい参道でございます。この石道路がねずらーっと並んでまして、この後ね突き当たったところ階段があるんですが、ここもねずらーっとまた石灯籠が並んでおります。とっても素敵な神社です。御祭神は竹三日土の御事と普通主の御事、すなわちね大国主の御事、今年の主の狼、あるいは、竹三方のね御事に対して国譲りを迫った側の神様でございます。はい、ということでこの上に上がっていくと、なぜか出雲系の神様もいっぱいいらっしゃるということがね分かりますんで、それもねぜひ、楽しみに待ってください。ということでまずはこちらで手水ですね、手をね清めてから階段上がって参拝したいと思います。ただ今回はある理由があってね、参拝時間が設けておりませんので、よろしければ止めてご参拝いただければと思います。手を清めていただけましたでしょうか。はい、見ての通りでね石灯籠がこんな風に並んでおります。そして先ほどの苔もね非常に美しかったんじゃないかなという風に思います。私が参拝に上がったのがね10月で、お祭りの当日でございました。で子供たちのね元気な本当に元気な、あれはおみこしじゃなかったかな、出汁だったかな、うん、あれをね引いてね元気な声をね張り上げている、そんな光景も私は、見させていただきました。はい、この神社さんはね、奈良時代かなぐらいに、創建されたであろうというふうに、言われているんですが、はっきりとはねわからないようでございます。で戦国時代はね、この周辺、あくまでも周辺ですよ、豊臣秀吉によってね戦火にまみれて周辺は随分ね、衰退したそうです。ただ御神徳が強いからでしょうかね、この神社は、戦火にはね合わなかったそうでございます。でこちらにいる狛犬さんたちがねとっても立派でございます。とっても立派でしょう。である理由からこの神社はねとにかくね参拝者が多くて、とにかくいっぱいぐる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 回っております。まあ、ある理由っていうのは一願成就だからなんですが、ここねもう行ってしまいましょうね。実はね数え年の数だけ神社左側ぐるーっと回らないといけないんですね。なのでまあ20歳の方は21回ぐらいかな、で、40だったら41回っていう感じですよね。なのでいっぱい人がいらっしゃいます。そう簡単にね回り終わらないですからね。はい、ということで、参拝は簡単でも、いや参拝も簡単じゃないや、撮影もさらに難しいという感じでございます。極力ね人様を映さないようにと心得ておりますのでね。はい、でここはね左側から回るんですが、どうですか見てください。もう奥に見えちゃいましたけどね、すごい絵馬の数ですよね。どのぐらいこの高砂市あるいはねそれ以外の方に、崇敬されているかっていうことがわかるかと思います。書いてありますね、右から2番目ね、数え年の数だけ回ると。はい、この絵馬といい折り鶴といい綺麗でしょ、すごいんですよ。で先ほど申しましたようにね、数え年の数だけ回るということですから、皆さん本当に集中してねぐるぐる回っています。はい、いやこれ、あ、これねぜひ見てください。とっても大切なこと書いてます。左から2番目、御霊の冬って書いてます。御霊の冬、これは
御神意、御神徳というのと似たような意味なんですが、御霊の冬の御霊は本来ね、この字で神々の霊意に触れることでその恩恵を受けること、一般的にご利益、ご利益と言いますが、ご利益と仏教用語でございます。なので本来は御神意、御神徳と書いてあったり、まあ神社によってはね、こういう形で御霊の冬両方使っていると思います。全く同じかわからないんですが、はい、御神院御神徳、これが神道におけるご利益でございます。御霊の冬もね、ぜひぜひみんなでね、一緒に覚えましょう。本当にね、はい、この動画ではもちろんね、私年の数回ってそれを皆さんに見ていただくってわけにいかないので、2回、これ2回で終わりです。はい、この後は拙者さん、末者さん、これを見ていただいて、終わりとなります。なのでもしね、一願成就ですから、どのような願いも叶うということで、本当にとってもね、高砂市民だけではなくて多くの崇敬者がいらっしゃる神社なので、もしあれであれば皆様、ちょっと大変ですが年の数だけ、戻って、されてもいいし、一旦ここで止めてね、バーチャルじゃないんですけど、頭の中で、この神社、鹿島神社さんをぐるぐると、回って、その度にご祈願するっていう風な形をとってもいいかと思います。ということでね、先ほど最初に申しましたが、ここはね、出雲系の神様もいっぱいいらっしゃいます。はい、こちらは恵比寿社ということで、琴代主の狼様がいらっしゃいます。そして隣ね、はい、もう見えてますね、出雲社と書いてあるんですが、はい、スクナヒコナなんですね。大国主の御事ではございません。はい、でこれで終わりじゃないんですよ。まだね、出雲系の神様ね、まだ他にもいらっしゃいます。そこがね、っていう感じですね。ほぼほぼ多分聞いたことがない神様でございます。これはお稲荷さんですね。宝珠がいつも言いますが、かっこいいですね。はい、もうね、あんまり時間がないので言ってしまいますと、こちらのね、出雲系のもう一柱の神様っていうのが、滋賀県のね、太郎坊っていうね、神社さん、ご存知の方も多いと思うんです。私も2回か3回参拝上がってるんですが、動画配信してるかな、もしかしたら一度もしてないんですが、その太郎坊で、太郎坊にいらっしゃるってことはちょっと覚えてなかったんですが、そこから誕生されたようなんですが、出雲系のね、スサノオノミコトの4世の子孫である神様でございます。これはね、出雲の国不時の国引き神話に出てくる神様です。はい、あとはね、兵庫県というと田島の国北部ですね、兵庫県北部の田島の国の一宮である阿波賀神社さん、あ、ここです。真ん中にね、鹿島大神とありますが、その隣にね、正勝大神とあるんですね。正勝大神っていうのは、まあ、まさに勝なんですけど、あ、時間がないんですが、阿波賀神社さんの、ね、からね、1キロほどのところにある、神社でございます。このね、この動画ありますんで、下に URL 貼っておきますね。で、ここ、古事記ではね、大国主の御事のおじいさんにあたる、八塚水、おみつのの御事。読めないですね。八塚水おみつのの御事がここ太郎坊からのね、感情で祀られているんです。これがまさに先ほど言いました出雲系の神様でございます。これが出雲の国の国不時の国引き神話に出てくる神様ですね。とっても珍しい神様だと思います。これ先ほど言いましたけどね、阿波賀神社さんの阿波賀大明神元津文というものにもね、出てくる神様でございます。はい、ということで、さっきで子供の声が聞こえたかもしれませんね、出汁が上がってきてました。はい、ということで、あそこから振り返ってね、戻った時には子供たちで境内溢れてたんで、一切撮影できませんでした。はい、ということで今回は兵庫県高砂市にある鹿島神社さん、とっても美しく、そして一願成就の神社でございました。今回初めて来た皆さん、下のね、動画説明欄で神社の URL 貼っているので、Google マップもね、ぜひ見てください。そしておすすめ動画ね、1本見ていただいて、チャンネル登録するか決めてください。ということで、また明日の全国のどこかの素晴らしい神社の動画でお会いいたしましょう。それでは
失礼いたします。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼いたします。